こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はこれからの季節にぴったりの大人の透明感たっぷりなピンクメイクをご紹介していきたいと思います。ピンクだけどしっかりと透明感を出すにはどういうテクニックが必要なのかだったりとか、大人でも可愛らしさと美人さを兼ね備えたメイクに仕上げるポイントであったり徹底解説していきたいと思います。今回はね、みんな大好きとっても可愛いジル・スチュアートさんとのコラボ動画になっておりますので、もう可愛いコスメ盛りだくさんでお届けしてまいります。ほんと見た目が可愛いだけじゃなくて、とにかくクオリティめっちゃ高いの。大人の女性向けのメイクにも本当にぴったりだなって思うものが多かったから、ぜひちょっとね、春に向けてコスメ新しいの欲しいなって思っていらっしゃる方にも見てもらいたい動画となります。ということで早速いきましょう。それではまず一番初めはね、ベースメイクからいきたいと思います。ベースメイクでよりピンクメイクを映えさせるための仕込み、そして透明度を高めるための仕込みをしていきます。ポイントはね、たった2つで、1つ目はパープル系の下地を使うということです。理由は後ほど解説します。そしてもう1つはツヤを残したお肌仕上がりにするということです。この2つさえ守ればピンクだったり柔らかいカラーのパーツメイクね、かなり映えるお肌を作ることができますので、簡単なのでやっていきましょう。ということで下地はですね、これね、ファンの方も多いんじゃないかなと思いますがね、すっごくいい下地なんですよ。ツヤ系のちょっとラベンダー系のね、カラーを今回は使っていきます。お顔の中心にこちらを塗ってトーンアップしながらツヤを出していきます。この塗った部分のツヤツヤ感がね、これがほんとたまらんのですよ。このラベンダー系の下地って実はピンクメイクをする上ですっごく重要で、ピンク系のそのアイシャドウとかカラーもの、まあ、あるいはオレンジでもイエローでも肌にのせるとくすんじゃうからちょっと抵抗があるとかね、遠ざけてしまっているっていう方も多いと思うんですよ。でもパープルっていうのは着ぐすみ、お肌の着ぐすみっていうのをパッと明るくしてくれるので、ピンクだったりとかこう柔らかいカラーの発色っていうのをよりこうクリアに透明感マシマシにしてくれるんですね。なので今回はね、ちゃんと目の上にもちょっとパープルの下地を薄くね仕込んだんですけれども、こんな感じで仕込みでピンクがよりクリアな状態に発色するベースを作っておく、これがかなり重要になってきます。ポイントには適度なツヤ感をね残すっていうことです。今回ツヤ感を残すのに使用していくのが、これがね結構発売になった頃ね感動して、よくこれ動画に出してたと思います。ジル・スチュアートのクッションファンデーションなんですけれども、これね、あの保湿成分がたっぷりと配合されていて、とにかくね軽いツヤ肌にしてくれるので、これピンクとかちょっとメイク的にこってり見えるテイストに仕上がりやすい時は、こういうツヤが残るしっとり系のクッションファンデを使うのはかなりおすすめです。ジル・スチュアートからね、新作でねパウダーファンデーションも出るみたいで、私もねちょっとそれ使わせてもらったんだけど、なかなかねしっとりしていてすごく使いやすかったんですよね。はい、でこんな感じでファンデーション塗ってお粉をしてきました。適度なねこうツヤ感が残っていて、ピンクメイクもより軽やかに透明度マシマシに見えるお肌になったと思います。そうしましたら次はですね、アイブロウ行きましょう。アイブロウのポイントは可愛らしいカラーに合わせて、少しねほんのりアーチ眉に仕上げていくんですけれども、眉尻の方に少し細さを出すことによってちょっと大人っぽくより美形な印象にしていきます。パウダーはこちらのブラウン系を使ってベースブラウンで仕上げていくんだけれども、のね眉マスカラだけちょっとほんのりピンクブラウン系を使っていくことによって、で落ち着きがありつつもほんのりね軽やかで春らしい仕上がりにしていきます。これの特徴、付属のブラシがこんな感じでこうカチンと長くなります。一番濃いカラーで眉尻の方をまずは描いていきます。やっぱりこう持ち手が長くなると力も入りにくくなるから、その分眉毛がよりふんわり自然に描けたりもするから、やっぱねその点ジルさんさすがだなと思いました。あのアーチ眉にする時は眉山から眉尻を描いた後に眉頭から眉山つなげますよね。そこをちょっとまっすぐじゃなくてふわふわとちょっとブラシの動きに丸みをつけるようにすると、眉の上にアーチ感が出て柔らかい印象になります。明るめのカラーとミディアムカラーを少し混ぜて、ブラシの丸みがある方を眉頭の形にこうやって合わせていくと、結構ね眉頭も自然にこんな感じね丸く描くことができます。はい、そしたらねピンク系の眉マスカラつけていきます。すごい柔らかい印象になって、とってもいいカラーでございます。ちょっとこう離れてみるとベースがブラウンだから、そこまでこうピンクの主張が強いわけではなくって、とってもね春らしく取り入れやすいかなと思います。あとピンクシャドウともやっぱりね相性がいい、リンクしてくれます。は
はい、でそうしましたらですね、次は今日のメインアイシャドウに行きたいと思います。これ出た頃からすごく大好きで、私の動画ではねよくよく出てきてましたよね。なんか出しすぎてごめんなさいとか言ってよく出したと思うんですけど、こちらの2種の異なる質感を重ねることで透明感があふれる透かし花びらアイを叶えてくれるジルスチュアートのブルームクチュールアイズでございます。こちら使っていきます。私がね今手元に持っているのは03番で、もうね03番が私はね個人的には一番ちょっとねピンクコーラル系ですごく使いやすいかなと思って推しのカラーでございます。今回のねこのピンクメイクのメインになるのがこのアイシャドウになってきて、他のカラーも今からお見せするんですけれども、アイメイクね、ピンクアイメイクのポイントがもう一番大きいポイントはねたった一つだけ。これは今回面白いやり方なんだけれども、濃いカラーから明るいカラーに向かって塗る、これだけでピンクシャドウがこう腫れぼったく見えちゃってなんか使いにくいなというイメージを抱いてる方だったりとか、ピンクがうまく発色しないとか、ピンクのねこうアイシャドウの悩みたくさんあると思うんだけど、濃いカラーから塗るだけで結構全部解決できるなということに私気づいちゃったんですよ。ちなみにジルさんの公式の、塗り方の推奨だと縦割りグラでですね、いわゆるこう目頭側黒目の上目尻とか、まあこの縦割りのこの位置はね好きなようにしてもらっていいんですけど、それでちょっとブレンドするともう花びらのようにね綺麗な目元作れるよっていうのが一応推奨になってるんだけど、まあ、あの私の視聴者さんかなり年齢層幅広いので、いろんな悩みがあるかなと思って、私がいろんな悩みの人にできるだけピタッとハマるテクニックって思った時に今日のやり方をねちょっと推奨してみたいなと思っているところでございます。ということで、あのカラーがたくさん、ほんと可愛いカラーがたくさんあるから、まずお見せしていきたいんだけれども、よりお仕事とかねこう差し支えなくいろんなシーンで使いたいという方には、1番柔らかいピンク系の目元が作れます。そして2番、こちらはねちょっと柔らかめのねオレンジブラウン系の目元が作れます。そして一押しのコーラルピンク系のカラーになるんですけれども、お仕事でもかなり使いやすいカラーになっていると思います。今のカラーはどちらかというと全体的にこう軽やかに仕上がる発色のものなんだけれども、もうちょっと深みのあるねアイメイクが好きっていう方におすすめなのがこちらの05番です。赤みパープル系でちょっと深みを出したい方にはすごくおすすめなのと、もうちょっと温かみのある赤みブラウン系のカラーでちょっと深みを出したいっていう方はこのね06番もねとっても可愛いカラーです。より透明感を高めた仕上がりにしたい方におすすめなのが07番です。青み系が好きな人すごくハマると思うし、もうちょっとスプリングカラー寄りがいいなっていう方は04番、重ねるとねかなり透明感が出てほんと花びらみたいに仕上がってとっても可愛いです。では今回はこちらのね大好きな03番を使っていきたいと思います。まずはこちらのシマーブライトカラーを使っていきたいと思います。目周りをまずはトーンアップさせていきます。これがなんかさらっとふわっとするね結構不思議な感覚のベースになっていて、これを塗るだけでねかなりこう発色が良くなる感じがします。こちらベースを塗ったらまぶた全体をさらにこちらのカラーでちょっと明るくふんわりと仕上げていきます。指でささっと塗って下まぶたにも塗っていきます。でね、もうパウダーがすっごくしっとり馴染んでくれるから、目周りの小じわとかちょっと張り不足みたいな方にもこのねパウダーは本当に馴染みやすいと思います。でそしたらですね、今回はちょっとこちらの濃いめのカラーから塗っていきたいと思います。チップ登場なんだけど、この上がミラーになってて、ここにチップが入ってます。ちょっとね太めのチップと細めのチップが入ってるので結構使いやすいんだけれども、まずはちょっと濃いめのカラーから今回塗っていくのがポイントってお伝えしたと思うので、濃いめのカラーから塗っていきます。しっかりその時にポイントなのは際に色をこうのせますね。で上にちょっとぼかす。濃いカラーから塗るのなんでって話なんですけれども、軽めに仕上がるんだけれども引き締め感が絶対に出るんですよね。ピンクって膨張色ではあるので、やっぱり塗りすぎてしまったりとかこってりさせすぎてしまうとまぶたこう重く腫れぼったく見えちゃいますよね。だからより際を引き締めることがすごく大事なんですよ。でもその引き締めをピンクをのせた上から頑張ってやりすぎてしまうと、今度ブラウンに持ってかれて重い印象になったりとか、ピンクと引き締めの濃いカラーのコントラストでなんかすごいコテコテに見えちゃったりするんですよね。でも濃いカラーからのせて上から明るいカラーで薄くぼかしていってちゃんとグラデーションにしていくことによって引き締め感っていうのもしっかり間違いなくみんなが演出できるし、ピンクをドカンとのせすぎちゃうとかそんな心配もあまりないし、濃いカラーから塗れば基本的にみんなこれ解決するんじゃないかなっていう風に思って、私もね
ね結構現場でも使うテクニックなんですけれども、今こちらのカラー塗りました。このピンクのカラーがこれをベースを抜いたら一番明るいカラーじゃない？だからこれを一番最後にのせたいわけですよ。なので次はこっちのせます。でこれはもうちょっと太めのチップで、今この際から塗ったシャドウちょっとかぶせて、さらに広い範囲、だいたいまぶたそうだな半分ぐらいまで広げていきます。ひとえさんとかちょっとまぶたが重めの方は、目をこうパチッと開いた時に色が見えるぐらいまで、その位置まで伸ばしてあげるといいですね。でこの分かりますかね、適度な透け感で透明感が演出されてる感じ、あと重ねても重ねてもくすまない、こんな仕上がりがジルさんのアイシャドウのねすごくいいところだなと思います。こちらの最後ピンクのカラーをですね、じゃあちょっと大きめのよいしょ、こっちのねチップが一番大きいチップがあるんですけど、これほんとね指人差し指でこう まぶたに塗るのと同じぐらいのサイズ感なので、ふわっとのせたい時にはおすすめです。一番最後のねこのピンクをのせていきます。ちなみにこのパウダーはエッセンスオイルが配合されてるから、かなりねしっとりまぶたになじむみたいです。はい、そしたらまぶたの中心あたりからちょっと上に向かってふわっとピンクのカラーをぼかしてのせていきます。こうすることでピンクの存在感しっかり出てるんだけれども、コテコテピンクすぎずしっかり綺麗に確実なグラデーションになってますよね。はい、でもしねピンクがすっごく腫れぼったく見えちゃうっていう方は、このピンクののせる幅っていうのを少し狭めにこうしてあげる、ちょっとまぶたがね重い方とか、そういう方はしてあげると、あのピンク重くならず使いやすいかと思います。はい、で今アイメイクの仕上がりはこんな感じです。でもうちょっとさらに可愛らしいテイストにしたい方は、ここの2色ちょっとね細めのチップにとって混ぜて、ちょっとこの黒目の下にお椀を描くようにちょんちょんと入れると、黒目がちにね黒目が強調されて、より黒目がちな印象になります。アイライナーを選ぶ時のポイントっていうのはたった一つで、ジェル系とかペンシル系のまずは発色が柔らかめの、アイテムを、アイライナーを選ぶ。できるだけね真っ黒っていうよりかはブラウンとかダークブラウンとかちょっと赤みブラウンとか、そういうこうアイシャドウとのつながりっていうのが少しでもソフトになるような、そんなカラーを選ぶといいと思います。今回はねジルスチュアートのジェルアイライナーの10番のカラーを使っていくんだけど、これがさめちゃめちゃスルスルかけてすっごい描きやすいの。アイライン引くの苦手な方もこれすごいいいと思いました。丸っこく可愛らしいね目元に仕上げていきたかったので、目尻のアイラインはそこまで長く引いておりません。その代わりにちょっと黒目をね強調してよりキュルッとした目元にしていきたいと思うので、この黒目の下粘膜の部分ですね、黒目の下のところに少しだけシュッシュッとお皿を描くように、黒目の底を描くって感じかな。黒目がちなキュルンとした目元に見えます。これも一つ目元を引き締めテクニックとして有効なので、黒目を強調してみるっていうテクニックもありだと思います。はい、こんな感じでピンクアイメイクの完成です。はい、でそしたらねラストリップチークいきたいと思います。ピンクメイクの時のリップチークのポイントがありまして、まず一つ目はねリップから塗ろうっていうことでございます。もう一つがチークはジグザグ塗りをして自然な血色感を意識するということです。もうこの二つ守ればねピンクメイクがより透明感高まった状態で仕上がりますので、早速ね理由も含めてお話ししながらやっていきます。リップで使っていくのはねこんな感じのちょっとピュアなピンクのカラーになっております。リップからピンクメイクの時特に先に塗る理由としてはね、あのリップの方がチークよりも色が分かる、色が濃く出るものが多いですよね基本的に。だからそこを先に仕上げて、最後それに合わせてチークの濃さを調整することでくどくなりすぎないっていうのが理由としてあります。このリップはとにかくみずみずしくってサラッとしていて軽い。で今回チークで使っていくのがこちらの01番を使っていきます。一番上はちょっとね色がしっかり出るので、私はこの一番上のカラーをちょっと除いたここの4色をぐるんぐるんとブラシでこうぐるんぐるんと混ぜて使っていきます。同じデパコスチークでも5色入ってるから、例えばオレンジメイクの時これだけとか、ちょっと血色悪い時は濃い2つ混ぜようとか、こんな感じでかなり調整できるから、あのお得感めちゃめちゃあるなっていう
風に思いました。チークはジグザグ塗っていくっていうのがポイントって言ったと思うんですけど、どういうことかっていうとね、目の下からグググググググってなんだろう、こうハリケーンみたいな、わかる、こういうだんだん三角を描いていくように、シュ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 ッと抜いていくの。こうするとわかるかな、ここ全体がじんわりちょっとだけ血色が出た感じ。引きで見るとちょっとお肌がグッとなんか健康になった感じっていうのかな、グググググッと。チークが丸くポンって乗ってたり、チーク乗ってますって固まっているとさ、もうそれだけで目、リップ、チーク、ピンクピンクピンクみたいな感じになってしまって、やっぱりちょっとね、印象として強い感じになっちゃうので、少量取って柔らかく透け発色に仕上げることですね。こうすることによってすっごいいい感じに透明度高まって仕上がってますよね。さらにもう余ったものはこう口周りとかにもしね、血色が沈んでる方はなじませちゃってもいいぐらい、そのくらいそれができるぐらい粉質がね、ほんとめちゃめちゃいい、あ、落ちちゃったよ、そのくらいね、ほんと粉質がね、すっごくいいから、これは私チークもね、今回かなり推しかな、やっぱパウダーの質が全体的にジルさんすごくいいなっていう風に思ったので、まあ、こんな感じでちょっとピンクメイク完成にしたいと思います。髪の毛をふんわりとより巻いてきます。はい、でこんな感じでちょっと髪の毛を巻いてきました。こんな感じで完成にしたいと思います。アクセサリーをこういうちょっとシルバーの華奢なものにしています。こういう顔周りのアクセサリーのチョイスとかでも結構大人っぽく美形にスッキリしたピンクメイクの見せ方ができるかなっていう風に思うので、顔周りのアクセの工夫とか、指輪はちょっとこう細めのものをつけるとか、そんな感じで工夫してみるのもありかなという風に思います。今日はキラキラでね、とっても可愛いジル・スチュアートさんとのタイアップだったので、今回のサイリクエッションはズバリこちら。皆さんのね、こうときめくテンションの上がるお気に入りコスメがあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてください。ジル・スチュアートの商品気になる方、よろしければ概要欄の方からチェックしてみてください。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画を見てね、ちょっとピンクメイクトライしてみようかなと、ジルさんの可愛いコスメ使ってみようかなとかね、いろいろ思ってくださった方、ぜひね、こちらにあるチャンネル登録ボタン、登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということで皆様また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。